1年は365日、もしくは366日あります。何気なく過ごしている毎日の中には、いろいろな記念日が制定されています。今日は何の日と題して、簡単ではありますが記念日などをご紹介していきたいと思います。今日は何の日？10月9日、散歩の日。散歩のテクテク歩くとの語呂合わせにちなんで、東京商工会議所の渋谷散歩会議が10月9日に記念日を制定しています。散歩を通じて主に渋谷地域一帯の魅力を PR することが提唱されているほか、渋谷には明治期に小説家や詩人として活躍した国木田どっぽ氏の住まいがあり、そこで記された小説武蔵野に散歩という言葉が登場することにもちなんでいるそうです。電車、タクシー、バス、車などの交通手段が豊富で、割とせわしなく移動していることが多い東京渋谷一帯で、あえて目的地を定めずに好奇心のままにテクテク街歩きを楽しむことが推奨されています。共に守るマスクの日。新型ウイルスの世界的蔓延による重要性が増しているマスクは、自分を守るものであり社会を守るものでもあるとの思いから、マスクの販売やバッグやアクセサリーなどの各種ファッションアイテムを展開している株式会社イストワールは、共に日頃からマスクをかけていこうと呼びかけを行っており、共にの語呂合わせ、そしてマスクは両耳にかけるということで、耳にかける 3×3=9 の解釈を合わせて10月9日に記念日を制定しています。世界郵便デー、バンコク郵便連合記念日。1874年10月9日にバンコク郵便連合が発足したことにちなんで、前身の UPU の日から世界郵便デーと改称して記念日に制定された国際デーの一つ。全世界を一つの郵便地域にすることが目的として掲げられており、日本も1877年からバンコク郵便連合に加盟しています。この他にもまだまだたくさんの記念日があります。あなたの気になる記念日はありましたか？明日も気になる記念日をご紹介していきますので、お楽しみに。明日は何の日？今日お誕生日の方、ハッピーバースデー。